1995年の読売ジャイアンツでは、1995年における読売ジャイアンツの動向についてまとめる。この年の読売ジャイアンツは、2回目の長島茂雄、監督体制の3年目のシーズンである。前年、1989年以来5年ぶりに日本一になった巨人は、FA でヤクルトから広沢勝美、 広島から川口和久を獲得、また、近鉄とのトレードで、阿波野秀幸、ヤクルトを自由契約になったジャック・ハウエル、さらに、ミネソタツインズのシェーン・マックを2年8億円という、破格の条件で獲得するなど、より盤弱な戦力となり、シーズン前は優勝の絶対本命に押されていた。そして迎えたヤクルトとの開幕3連戦、開幕戦は、 斉藤正樹が3安打完封に抑え解消。翌日の2戦目も、桑田雅美が8回までに安打無失点と2試合連続完封が見えてきた矢先。桑田は9回戦投打者の飯田哲也の頭部に死球を与えき研究退場となり、急遽登板した橋本清と石毛博士が打ち込まれ逆転負け。続く3戦目も、来日初登板のテディブロスに来日初勝利を献上し、 ヤクルトを勢いづかせてしまう。波に乗れない巨人は5月24日の試合で、桑田がダイビングキャッチの際右肘を負傷し戦線離脱。さらに8月には家庭の事情で帰国していたハウエルが自由契約になるなどと不運が続きなかなかヤクルトとの差を縮めることができないでいたが、長島監督は逆転を信じ、メイクドラマという言葉で選手に奮起を促した。 しかし9月9日のヤクルト戦で、ブロスにノーヒットのオーランを許し自力優勝が消滅。意気承した巨人は、9月30日にまたもブロスに完封負けを起きし、20年ぶりに目の前で相手球団の胴上げを許すという屈辱を味わった。結局チームの最終順位は3位に終わり10月8日の最終戦で、原達則が引退した。 この年はそれまで得意だったヤクルトに9勝17敗と大きく負け越し、しかもブロスに開幕3戦目から5連敗するなど、初物に弱いという巨人の弱点が現れた1年となった。ありがとうございます。